ゆっくり実況に茶番という概念を持ち込むなぁ。そんな概念が存在していては誰も幸せになれなーい。うわ、霊夢のやつ何やらでも活動を行っているな。暇だしちょっと聞いていくか。いや、Windows XP 時代の草原ででもしても誰も聞かねえだろ。めちゃくちゃ人おったわ。この人たちまだ Windows XP なんて使ってんの？ XP とはセロリアンパラダイスの略称である。うわ、なんかしかも適当に喋ってる。いや、ちょっと待って、そんなことを喋ってる私もなんでこんなところに。マリサは考えた。なぜ自分がここに存在しているのかを。そして答えが出た。私、タイムリープしてる。あ、マリサなんでそんなところにいるの？うわ、気づかれた。ずっと一人ごと喋ってたからね。ちょっと気性よ。精神面巡ってくるのやめろ。お泊まりのようだね。お泊まりなんだわ。泊まってたまるか、こんなとこ。めんどくせえやつおるな。はぁ、せっかく助けに来たのにさ、そんな対応ひどいよ。誰だお前。うっよ、過去の人っぽいな。失礼なこと言うな。どうも、自然原人です。めちゃくちゃ過去の人っぽいな。おい、それで、どうすれば私は助かるんだよ。それはね、レースで1位を取ることだー。マリカ実況じゃねえかー。いけ、頑張れ自然原人。飲み込み早いなお前。それとこれとは関係ないですけど、運転が上手い人はモテますからね。全然関係がないとは言い難いな。あと黒板消しクリーナーの使い方が上手い人はモテる。そうか。朝早く学校に来て花瓶の水を変えたり、率先してトイレ掃除を行ったりね。ただの気がつく生徒だな。いや、さっきからめちゃくちゃ落ちとんだな。1位を取るぞっていう気概を見せて。ははは、そんなに言わないであげてよマリサ。初老じゃないんだから。初老だったら許されるの？犯罪も初犯までは許されるからね。許されてたまるか。それにしてもこいつ操作してるのは私なんだけど。お前か。びっくりするほど操作しにくいわ。フォークロスにして自転車を運転するとくらい操作しにくいわ。そもそも危ない運転方法すんな。危なさと男子小学生はセットみたいなもんだし、自分に男子の要素も小学生の要素もないことに気づいて。はい、ここのショートカット楽勝すぎー。自分ショートカット界の貴公子名乗っていいっすか？なんかダサいからいいよ。ダサいって得してんな。得してねえよ。徳光さんって得してんな。得してねえよ。とは言い難いな、くしくも。ちなみに徳光さんは日本ドッジボール協会の顧問。どうでもいいな。とは言い難いな、悲しくも。悲しいといえば私の順位。まあ悲しくないといえば悲しくないんだけども。悲しくあってくれよ、頼むから。ほら見てよ、7位だよマリサ。これを3つ並べたら餃子の皮の一部みたいだよ。ラッキーセブンとかそういうことじゃねえのかよ。発想がパチンカスすぎだよマリサ。もっと上品になるためにジャンソーとか言ってみたら。もっと下品になるわ。いや、もっと下品になるわとか言わせんな。わかったか。もちロンです。にやかましは。でも嬉しいことに4位まで這い上がってくることができました。英国上とは素晴らしいものです。みんなも校長先生をぶち飛ばして成り上がりましょう。頼むから PTA を敵に回しそうなネタは入れるな。じゃあ一体誰を敵に回すんだよ。誰も回さなくていいんだわ。電車で叫んでるおじさんとか。一番的に回さない方がいいね。せっかく近畿の子で1位まで行けそうだったのにサンダーに邪魔されちゃった。いや待てよ、あれは青コーラ。来たぞ、ついに来たぞ。大パリメイクの発売だー。うおー、じゃねえよ。あー、ちょっとお待ちください。サスケー。あいつ攻撃を食らってない？まあそりゃサスケだからな。うちは一族の誇りだからな。じゃあこういうのはどうだー。なにははは、サスケも亀の甲羅の前には何もできんということだな。亀の甲羅に負けるサスケ嫌すぎる。亀の甲羅がなくなったスッポンの名前は、スッポンスッポンポン。絶対にそのネタこすられてる。なぜか防御アイテムを持ってないので早く入手したいですね。入手場所は謎の場所とか。スイッチじゃなくて DS 片手に頑張ってね。DS は両手で持って、片手で持っていいのは魔導書だけ。いや、片手で持ちがちだけども。あらまあどうしよう。うるさいです。サスケお前はあの時殺したはずでは。亀の甲羅によって殺されたはずなのに。許せないサスケ。許せサスケ。まあでも言うて順位はいいですからね。相手の運で再び1位まで登り詰めますわ。できれば実力で登って欲しかった。私富士山とかにもヘリコプターで登るからね。台無しすぎる。合唱コンクールも各々で練習するし。台無しすぎる。前あんま見えないけどショートカットチャレンジ。ショートカット界の貴公子とはやはり私のこと。はいはい、ダサいダサい。ここのアイテムに全てをかける。あーあれーまだだ、まだ終わらんよ。私の心はまだ燃えているぞー。が、頑張れ霊夢。私を元の世界に戻してくれー。あたぼうよマリサ。あーあれーサスケ。さすがにサスケは関係なかったと思うぞ。じゃあ許せないマリサ。すべてのカルマを私が勝負。聖母マリサ。はい、マリサが聖母になったので2レース目行きましょう。なんだそのとんでもスタートダッシュ。違反だからやめろよな。これ違反だったんかい。ひしょいからね。ひしょいから。うわ、ここでのキノコは熱すぎる。みんなも言わなくてもわかると思うけどさ。ショートカット界の貴公子のお出ましじゃーい。いつまでそのネタこするんだよ。クックック。でもそのおかげで1位になっちゃってるんですわ。もしかして私には本当に才能が。うわー、お邪魔してんじゃねえよ。だけどくらー。カッチーン、こっちーん。私もう切れました。切れてるってより凍ってるみたいだったけど。先輩マリカ実況者として尊敬してたのに。私を1位の宝引き下ろして。おいこらー。アクロンソー。それは知らん人だろうが。見てたでしょ皆さんも。このゲームは私の実力をすらも運の要素は超えてくるのです。ストップ。運気ダメ。君は何を言っているのかな。ごめんごめん、止めるのは通勤ラッシュだけでしたね。絶対に止めてやるなよ。社会全体の謝罪数を増やすつもりか。土下座を増やすとピラミッドができる。組み立てたいそうじゃないんだから。うっとー、幽霊タイム来たー。ここぞとばかりに入り込んでくるな。幽霊といえば僕。僕といえばどれだか。僕こそが再生数。どこでこんな勘違いが生まれた。まあでもキノコを取ってきてくれたおかげでまたショートカットができますからね。この連鎖がすぎる。いや、めちゃくちゃいい連鎖だろうが。うわ、やばい、ショートカットポイント忘れてたー。
おいこのクソ気候子。なんていうかあれですね、自分の気が上がっても天狗にならないことが大事ですね。本当に自分が気候子になったとでも思ってんじゃねえだろうな。それは勝負が拮抗しているから。宮かましは。それはマリサが拮抗縛りをしているから。いやらしは。ダメダメ赤コーラダメー。腰痛治った。魔法使い生態死系赤コーラ。そんな赤コーラ存在してたまるか。てか私のアイテムなんかごついな。この先の草むらゾーンで大活躍じゃね。うっそー、楽しくなってきたー。どんどんと曇りでお願いします。楽しくなったら爆食いする体育会。このスターで世界を駆け巡ってやるでー。私が1位ではないこの世界は間違っている。至極正しい世界だと思うんだけど。うわ、新しいスターも出てきたし、前の人もスターだし、今日って流星群の日かしら。映るんです用意しとくわ。今時あれで星空撮るなんてセンスなさすぎだろ。星空を撮るならやっぱり敵だね。50歩100歩すぎる。おいどんだけスターのやついたんだよクソが。私のキャラが埋もれちまうだろうが。またショートカット忘れてたー。どうなっそうなキャラ成分が。まあ私はキャラに頼らずトークスキルだけで視聴者さんを魅了するのでね。どこの誰が言ってんだこら。ちょっとまた順調になったら赤コーラってなんなんだこのゲームマジで。アクロンソー。クソー。やけに覚えやすい名前しやがって。アフロとかウンチとか。そういうのに日本は弱いんだからやめてくれよ。主語がデカすぎるのよ。ていうかマリサ。これ1位になれなかったら私たち元の世界に戻れないんだよね。ああ、そういえばそういう設定やったな。やばいじゃねえか。現在の時間朝の5時8分。リアル時間やめろ。私の前に出てくるものは全員死刑とする。独裁に毒されし人間現る。頼む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 。ここでのアイテムが全てを握ってる。爆発の残りっぺに焼かれちまった。アイテムいくだけんなよ。こらー、私たちを元の世界に返しなさーい。ほんま頼んますー。とかまあ叫んでる時点でダメなんですけどねー。おろろ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 ろ。最後頑張りすぎて吐いてんじゃねえか。そんなこんなで霊夢とマリサは元の世界に帰れなくなったのであった。近年稀に見る最強のバッドエンドだな。